織田信兼は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。丹波国柏原藩初代藩主。信兼系織田家初代。織田信秀の四男で、織田信長の弟。通称は三十郎。なお、一時長野工藤家に養子に入り十七代当主となっている。天文十二年七月十七日あるいは天文十七年に、終わりの戦国大名。 織田の秀での子として生まれた。A61 年2月、兄、信長の命で、北、伊勢を支配する、長野工藤氏に、養子入りして、伊勢国上野城を居城としたが、後に信長の命令によってこの養子縁組を解消し、織田家に服した。A62 年10月、伊勢大川地上が落城して、北畠家が信長に侵入すると、信金は信長より、 伊勢アノーツ城主に任命された。その後は信長に従って各地を転戦する。北、大見小谷城で信長が義定の浅井長政を滅亡させたとき、その性質であった妹の死とその娘たちである茶々、初、公を信金が保護したとされてきた。しかし近年の研究によると、当初一の方と三姉妹を保護したのは信金ではなく、信長、信金 おしたちのおじである、織田信次であることが明らかとなっている。天正三年の越前一行一騎鎮圧、天正五年の最下党攻めにも参加し、織田一族の重鎮として交流された。後に信長の長男、信忠の補佐を任されている。長男、信重の性質に、元尾有守護、柴吉銀の娘を定め、織田家と柴家の橋渡し役も果たした。 天正十年六月の本能寺の変で、信長と信忠が殺害された後は、豊臣秀吉に従い、遺説上十五万国を領主して、辻重と称された。天正十一年には追い、織田信忠からと対立し、柴田勝家や滝川和益を攻略している。天正十八年、小田原聖伐の時に、北条を宇治政、宇治直治の氏の除名を嘆願したために秀吉の怒りを、買い、 文禄3年9月に至って改益された。改益の理由として、検知によって、国高増加となったものの、その割には薬技をおろそかにしたためとされる。改益後は提発して、老健祭と合し京都の住民に陰性したという。その後、大見国内に2万国を与えられて、 秀吉の乙義衆となり、慶長3年6月には丹波国表上軍柏原三万六千国を与えられる。慶長5年、関ヶ原の戦いでは西軍に属して丹後田辺城攻撃などに参戦したものの、戦後に徳川家康は信金の罪を問わず、所領を安堵された。その後、信兼は大阪城にあってまた命である豊臣秀頼を補佐したが、 慶長19年7月17日、大阪冬の陣直前に大阪城内で吐血して休止した。去年72、片桐勝元による毒殺の噂が流れたが、定かではない。家徳は三男の親族が継承した。父は前述の通りの武卑であるが、母は不明である。しかし、信長の生前時の織田はじめ門内における地位の高さは、 信金が信長の同母弟である可能性を示している。また、信秀の四、男と言われることもあるが、信金よりも、確実に年長の信弘信長信勝に加えて、工事元年に死去した際に、数え年で十五、六歳と伝わる秀でや、信長よりも、年長とされることもある。真事もおり、正確なところは不明である。天正九年の京都大間揃えでは、 織田信忠八十期、織田信夫三十期に続いて、信金が十期を率いている。また、信長後期において、織田はじめ門の名が連なる場合、信金は必ず、信夫と信孝の間に入っており、実質的に一門の序列三番目の地位に位置していたものと推測されている。信金以外で創生していなかった、信長の弟には、長ま長年、 心象がいるが、彼らは信孝に続く、津田信須よりさらに下の地位に過ぎず、信金は信長の兄弟の中でも別格の地位であったことが伺える。ありがとうございます。